こんにちは、フランです。フランスと日本の違いさ、なんで日本に住みたい気持ちを話しましたね。フランスは嫌いではないよ。フランス、好き。で、今回はそのフランスはどこが好きと、そのフランスのいいところと、フランス行くやったらいい街のおすすめします。まずはどうしようかな。5ポイントで、最初はそのフランスのいいところは、地理的にかな、ジオグラフィー、世界通してそのフランスの場所、結構良かったと思う。で、その四季あるけど、もう全部の四季はちゃんと感じる。夏は暑いけど、めちゃくちゃ暑いではない。南と北によるで多分変わるけど、で、フランスはすごいいい山ある、綺麗な山。冬やったらそのスキーリゾートめっちゃたくさんあるとか、世界一番大きいスキーリゾートもフランスもあるとか、夏やったらもうそのいろいろ楽しいことある。で、フランスの海も結構綺麗な海ある。で、そのフランスもあるけど、そのフランスの島もあるとか、その離れてるところ、結構それもフランスの一つ部分でめっちゃいいところ。なんかフランスの2022年、キャニクルっていう、キャニクル、熱波、熱波、聞いたことないな言葉だけど、すごい、めっちゃ暑いで危ないぐらいな暑さ、すごい暑いって覚えてるけど、まだ一日ずっと遊んでたとか外でって覚えてるけど、その暑さと毎年の京都の夏と変わらんと思うんですよ。逆に京都もっと暑いって気がする。それと、そのフランスの夏は結構好きところは、その10時夜まではまだ明るい、長くて夏で楽しんでるって感じ。そのもうバーベキューするとかっていうところは結構いいと思うけど、逆に冬の朝めっちゃ遅く明るさ来るから、でも8時半から明るいになるけどな。その学校、その8時から学校あったら、その行くとき夜な感じでとか行く、その時普通だったから何も思ってなかったけど、今ずっと日本に行って、その朝から起きて明るいって感じは慣れたで、それ好きやな。もう一回朝から真っ暗になったら変な感じになると思う。で、そのフランスの方はその地震とか台風とかないから、結構ラッキーな場所ですね。地理的に多分最後はその、ヨーロッパのもう真ん中にいるから、簡単でいろんな国で行けるから、ビザもいらない。フランス、じゃあルオンっていう町に住んでた。そのパリの1時間の近くで、そのルオンから夏スペイン行くって感じ、8か10時間ぐらい車で多分南まで行くけど、ピーチみたいな会社が安いやったから、そのパリからバーセロナまでで多分両方 2way で7000円とか、結構安いから、スペインとかイタリア、スイス、ベルギー、ドイツ、いいところですね。それもフランス広いで、まだ人多くないね。その住める場所多いから、土地まだ結構安いですね。けどフランスで多分4000万で調べたら、その今買う家もうすごい、もうでっかいガーデンあるとか、プールとかもある。で、その海も大きいですよ。4000万ですごいな料金ですね。もっと安いで買えるですね、その普通の家をおっしゃったら。土地は安いですね。で、2番は、あれ、さっき5万って言ったっけ。1番は地理的にで、2番は、システム。フランスのシステム全体で結構良かった。家族作りやすいかな。病院関係はほぼ無料。その救急車呼んででも、お金かからないとか、その子供を産むとかお金かからないとか、そのほぼ全部のケアのところは無料になってるから、そういうところすごいいいと思う。学校は、無料、幼稚園から、多分保育園は多分無料じゃないけど、安いと思うな、言ってないけど。幼稚園から大学までは無料です。幼稚園はフランスで
3歳から義務になったんですね。ちょっと日本とフランスの学校のなんかちょっと違うさあるその何年とかから、まあ、ちょっとそれも共有します。フランスの幼稚園と日本の幼稚園は3年です。で、小学校はフランスは5年で日本はあったら6年ですね。中学校日本は3年、フランスは4年。高校は、フランス3年、日本も3年かな、うん、で大学、その大学の卒業するのためにその最初のライセンスはフランスで3年で取れるで、日本では4年かかるんですね。大学の中で入るのが簡単、卒業するのためにすっごい難しいです。だからその3年間の中ですごい勉強しなあかんで、卒業するは簡単じゃないです。でそのフランスの大学は無料で、ただ日本の大学はその大学に入るは難しいけど、卒業するはなんかそんな難しいないって気がします。言ってないけど、その大学生何人って喋ってたで、みんななんかそんなプレッシャーはなかったって気がしますね。なんか勉強するより遊んでるって気がしました。子供さん3人だったら全員大学入れてめっちゃお金かかると思いますので、まあその国からの手伝いはまあたくさんありますね。その給料ちょっと足りない人たちのその賃貸の手伝いとか、まあ、いろんな手続きできるで、いろんなお手伝いとか、働かない人たちは毎月お金もらえる方法もあるとか、まあ、例えば旦那さん仕事してても奥さんの方もその奥さん仕事しなくてもお金もらう、毎月もう何万の話けどと、そのまあ毎月 の, その子供の分のお金もあるとか、手伝うこと多いんでってところいいですね。で次は3番かな、その仕事としてとそのバケーションかな。フランスの有給とか、有給は大体5週ですね。1年で5週ある。まあほぼみんなな、冬の2週間と夏の2週間と、あと1つ週間どっかに入れるって感じですね。仕事するけど、まあ、ちゃんと休むは休むですね。やっぱりその完全に仕事から休んで、仕事のことをなんか忘れて仕事戻るときはすごいそのリフレッシュしてるんですね。逆に仕事しないときはいいアイディア出てくるのかっていうところはいいですね。自分の好きなことをまあ探してとか見つけてとか、家族と一緒に遊んでとか観光してとか、いろんなできることはあるんですね。で、まあ、私フランスで働いてた時、まあ、長く時間あったけど、だいたい7時間1日で、残業はフランスで多分した、まあ、たまにしたことあるけど、その特別ななんか問題あったか、その特別なことあったでちょっと残してたけど、普通はないですね、残業とか。働くは日本が好きけどね、もうちょっと勇気あればいいです。で2は食べ物、まあ食べ物ですね。日本のご飯は大好きけど、今でもすごい寂しいなとこですね。それ早くフランス帰ってフランスの普通のご飯食べたいって思ってるんですね。フランスの日本のレストラン行くやったらほぼ寿司ですね。日本料理イコールなんか寿司ってなってしまうけど、多分フランスのレストランって言ったら多分肉じゃが見つけないですね。で、まあ、日本も一緒、そのフランスのお店行ったら結構そのガストロノミーってそういうフレンチなご飯しかない、高いご飯けど、その、まあ、お母さん作るご飯は見つけれないですね。だからそっちの方が好きです。ちっちゃいのなんか美味しいご飯よりはそのお母さん作ってるの大きいご飯好きです。まあ、一番今食べたいなご飯はラクレット、フランスのラクレットです。フランスのご飯とそのフランスのスーパーかな。フランスのスーパーは結構いろいろあるって、そのでかいは結構好きですね。最後は1ですね。カジュアルカルチャーあるのか、まあ、なんていうの、その面倒いところあるけど、まあ、ポジティブのところだけ見たら、まあ、自分の幸せに集中したいとか、まあ、もっと家族と一緒にいたいとか、もっと友達と一緒にいたいとかしたいなこと多いとか、じゃあまあ結構仕事でも好きけど、だからお店行ってでも、まあ、すごいサービスめちゃくちゃ良かったじゃないになってしまうけど、
まあそのフレンリーとかスーパーの働いてるスタッフはまあゆっくりできるですね。そのめっちゃスピーディーなくても、そのめっちゃ挨拶しなくてもいいってなってる、まあカルチャーから、それ全部言ったらなんかちょっとわがままな感じあるかもしれないけど、まあ、その部分は本当にそのいいところと悪いところだけど、まあいいところだけ見たらそのフランスのいいところかな。まあ今5ポイント言ったで、今はそのフランスのいい街をちょっと紹介しますね。まあ日本人はそんなに長くフランス行けないつもと思うけど、その行くときはパリとモンサンミシェルな、多分ほぼみんな行く、初めて行くやったらそれぐらいになるって気がするですね。もし時間あればね、パリもちろん見た方がいいと、モンサンミシェルもちょっと行ったことないけど、まあ見た方がいいけど、それ以外もっと時間取ってあればな、もっと時間あればはフランスの南見た方がいいと思いますね。じゃあそのフランスの下の方で、ニースからペアピニョンまでワール、スペインの近くとイタリアの近く、その全部の海のラインはマセイはちょっと危ない、パリと一緒ぐらいになるけど、ニース、モントリエ、ペアピニョンとかそこら辺はいいと思いますね。バードの方も結構いいところですね。山の方は結構いろんな小さい町ある。で、私働いたことあるところでもう一回行きたいところはサンジェルベレバンっていう町あると、サンモンと、もしまあスキーとかスノーボードとかその雪遊び好きやったら、バルトオンス、まあ、全部はそのスキーリゾートなんですけど、そのバルトオンスの方は世界で一番でかいのスキーリゾートなんで。で、私生まれた町はルオンっていう町、まあそのビール、その見た目としてはすごい綺麗ですよ。そのいいところもたくさんあるけど、それ以外はまあまあですね。と、まあ、もしフランスに行くやったら、できるやったらその自分で車レンタルして大きいした方がいいかな。まあ見てくれてありがとうございます。よかったら登録してくださいと、まあインスタグラムとツイッターもやってるんで、もしよかったらフォローお願いします。バイバイ。